オラまさみです。今回紹介するのは、紹介するっていうか大した料理じゃないんですけど、よく皆さんもこの切れっ端の人参とか、僕がよく紹介するこのパプリカとか、使い切れなくて余ったりする野菜、ちょっとだけ残ってるものありますよね。こういったブロッコリーとかキャベツとかもそうですけど、こういったものを使って美味しいサラダを作る方法をお伝えしたいと思います。どうぞ。はい、ではちゃちゃっとやっていきますね。まずフライパンを用意して、フライパンに収まるだけの量で作る感じですね。でそこにオリーブオイルを、なるべくオリーブオイルを、これも適量です。はい、こんな感じでまず入れておきます。そうしたらもういろんな余った野菜ありますね。これをちゃっちゃと切っていきます。でキャベツを使う場合は芯をつけといた方がいいです。ばらけてしまうので、焼き色をつけるときにやりづらくなってしまうので。でキャベツと、あとパプリカ、もうお好みの野菜でいいですからね。でブロッコリー、ちゃんと野菜は一応洗ってください。でブロッコリー、いくつね、ブロッコリーと、はい、ブロッコリー。あとは、あと玉ねぎも結構美味しいので、玉ねぎも芯をつけたままひっくり返すときにばらけるので、必ず芯がついた野菜は芯をつけたままカットしてください。でもうこのぐらい、結構大きめでカットしても大丈夫なんで、基本自分が食べたいだけ入れてください。家族の人数に合わせて。で人参も適当です。で人参嫌いな人いると思うんですけど、本当焼き野菜にすると人参はとても美味しくなるので、ぜひおすすめします。僕もどちらかというと人参はそんな好きな方じゃないんですけど、でもこうやって焼き野菜にすると、野菜嫌いなお子様でも結構食べちゃうんですね。でうちの店なんかも来るお客さんそうなんですけど、今まで野菜嫌いだった子供がうちに来たら野菜食べるようになったっていうんですよね。でそれっていうのはやっぱりお母さんたちもそういう野菜の処理の仕方を知らないから、美味しく提供できないんですよね。でもこういうやり方を知っとけば子供が野菜好きになるので、ぜひおすすめします。あとこれは新じゃがですね。新じゃがなんで、芽はちゃんと取っていただいて、で皮が気になる人は剥いてもいいですけど、今回は剥きません。で安定を良くするためにちょっと端は落として、で厚みは結構厚くても火が通ります。とりあえずこのぐらいでいいかな。もうじゃがいももこの小指の幅ぐらい、1cm、1.23、1.2mm ぐらいかな。そのぐらいで大丈夫です。でこれでいいかな。であとはフライパンに並べるだけです。はい、野菜こんな感じで、あと焼き野菜にするので、あと使いづらい野菜はやっぱもやしはちょっと使いづらいですよね。水分がたくさん出ちゃうので。でもしもやしを使う場合は、全部焼き上がってから最後の仕上げの段階でもやしを隙間に入れて焼き色をつける、そんな感じで使えば大丈夫です。あとニラはちょっと使いづらいので、ニラとかやっぱもやしとかは余ったらもう味噌汁とかに入れちゃえばいいと思います。基本こういった根菜っていうかですね、あとピーマンとかもいいですけど、こういう野菜がおすすめです。でこれ切れたら、あとはもう並べていくだけです。もうほんと簡単なんで、よいしょっと。でキャベツももうこんな感じですけど、結構ちゃんと火は入ります。で重ならないように入れてください。でよくパプリカを生で食べる場合があると思うんですけど、バーニャカウダとかでもあんまりバーニャカウダにパプリカ類はあんまりおすすめしないんですね。このパプリカっていうのは熱を入れることですごく甘く美味しくなる野菜なので、もしバーニャカウダみたいにしたいんだったら、こういう風に野菜を焼いて仕上がったところにバーニャカウダのソースかけたら、普通の生野菜で食べるよりめちゃめちゃ美味しくなります。では早速火入れしていきますね。これからはい、では焼いていきますよ。火をつけて、まあ、最初は強火です。で乗っけて、で強火のままですね、まだね。でフライパンが温まるまで。でフライパンが温まってくると、この油が動き出すのでパチパチ音しますよね。野菜に水分が入ってるので。でその合図がしたら弱火にして蓋をします。もうちょいかな。あとさっき言い忘れたんですけど、焼き野菜にぜひ入れてほしいのが大根ですね。でしかもその大根は皮を剥かないで入れてください。もう本当に大根って焼くと美味しいので、ぜひおすすめします。で焼くと何が美味しいのかっていうと、要は僕もいつも言ってることなんですけど、水分を飛ばすことで各素材が持ってるうまみが凝縮されるんですよね。あと焼くことで香りがつく。なので生野菜で食べるよりもこうやって焼き野菜で食べるとすごく甘くて香りのいい野菜になります。で今パチパチ音してきましたね。聞こえますかね。なんか冷蔵庫の音がうるさくてね、聞こえないんだよね。でじゃがいもはでんぷん質があるので、ちゃんと揺り動くことを確認してください。でもし張り付いちゃうようだったら、この時点で少し油を足してください。でしっかりパチパチ音がしてきたら、あとは焼き色がつくまで蓋をしてほったらかしです。で塩は一番最後にするので、最初にしないようにしてください。最初に塩をしてしまうと野菜から水分が出てしまうので、べちゃべちゃした味になってしまいます。だから一番注意するのは、この時に塩は絶対しないでください。仕上げにします。でこのまま、そうね、焼き色がついてくるといい匂いがしてくるので、まあ、5分から8分、まあ火加減にもよるんですけど、コンロのね、お店のコンロだとこういうコンロなので火が入りやすいんですけど、まあ、とりあえず焼き色がつくまで片面をしっかり焼きます。とりあえず5分で様子見ます。はい、まだねちょっと5分経ってないんですけど、本当に香ばしくていい匂いがしてきたのが合図です。だからあくまでも時計は目安なので、自分の鼻を信じて、美味しい焼き色、ちょうど焼きそばのキャベツが焼けるような匂いがしたら蓋を取ってちょっと様子見てみます。こういう状態です今ね。で玉ねぎちょうどいい感じですね。はい、なったなった。でこれを慎重にひっくり返して、でキャベツもこれがね、またほんとこうやってやると甘くなるんですよ。生野菜嫌いな人はこうやってやると多分好きになると思います、野菜が。どうです？なんか美味しそうに焼き色ついてるでしょ。でね、ちゃんと焼き色がつかないと美味しくないので、あと生っぽくなってしまうので、今回のポイントはこの焼き色と、あと塩を一番最後にする、その2つですね。それを気をつけてください。でこういう感じ。あとかぶも美味しいですよ。もちろんかぼちゃも美味しいですよね。こういう感じです。どうですか？もうこの時点でもううまいんですよ。塩だけで十分うまいぐらい美味しいです。でもう裏面をねまた焼かなきゃいけないので4分弱焼いていきます。もう火加減は弱火のままです。塩はしない、まだしない。はい、では4分ちょっと1234はいスタート。はい、もうそろそろいい匂いがしてきたので、裏返してからは結構早く火が入るので、まあ、今3分です。目的の時間4分よりも早く仕上がりました。こういう感じです。どう？うまそうでしょう。でここの部分は焼き色つけてないですけど、もう十分甘く柔らかくなってますので大丈夫です。でひっくり返すとこういう感じ。よくバーベキューの野菜とかうまいですよね。ああいう感じの美味しさになります。もう本当にね塩とオリーブオイルだけで美味しくなるので、でもレストランなのでさらにうまみを足していきます。この後盛り付けです。うまいんだなこれが。じゃがいもちょっとまたピントが合わねえな。ブロッコリー。はい、では盛り付けていきます。ちょっとこれからね生ハム切るので火を止めてちょっとここで保温しておきます。はい、ではここに後で焼き野菜盛るんですけど、焼き野菜とこの生ハム、イベリコ豚の生ハム、この脂のうまい生ハムですね。これをアクセントにサラダにします。普通の家にはないのでパルマ産の生ハム売ってますよね。スーパーにパック詰めのやつ、まあイベリコ豚もたまにあると思うんですけど、それ乗せてください。もうこの生ハムの油とこれが野菜と一緒に食べるととても美味しいのですごいおすすめです。もうはっきり言ってこれシンプルなんですけど、もうレストランのメニューなのでこれおもてなしにもとても向きます。で肉が嫌いな方はもちろん野菜だけでも構いませんですし、もうこの生ハムをのせるだけでもうものすごく美味しくなります。はいどうぞ。パク。うんうまい。もう一枚食べるね。よし。で生ハムこれカットできたら盛り付けに入ります。はい、はい、では盛り付けていきます。じゃじゃん。うまそうでしょ。ちょっと焼きすぎたかな。一人で食べるには多すぎた。でこれもこんな感じで、まあ、ほんとシンプルなんですけどとても美味しいですよ。玉ねぎ、パプリカ、パプリカもパプリカが嫌いな人もこうやってやるとめちゃめちゃ美味しくなります。大体そういうなんかいろんな野菜が嫌いとかいろいろ素材が嫌いな人がいると思うんですけど、多分その食べた時の調理の状態が良くなかったんですね。そういうのでその素材本来の味を知ることがなく嫌いになってしまったんですよねきっと。だからこうやってちゃんとした調理したものを食べてみると本当は美味しかったんだっていうのが分かると思います。自分が嫌いだった野菜がこうやってやることで野菜が嫌いな子供も食べると思います。これはぜひやってほしい料理ですね。まあ本当に簡単なんで、残り物の野菜を焼いて塩をして、そういう感じですよ。あとはここまでやったらやっぱり塩は美味しい塩を使ってほしいですね。生鮮塩とか味塩コショウを使うんじゃなくて、ちなみに僕はこれなんか新潟海水浴行った時買ってきた塩なんですけど、これを塩をここで初めて塩を振ります。はい、塩。で、胡椒をしてもいいですけど、しなくてもいいです。まあ今回はしますね。軽くする程度です。野菜の繊細な味が損なわれるので、まあ胡椒はあんまりしない方がいいです。でこれも味の要で、これをのせます。パルマ産の生ハム使ってくださいね。でもイベリコ豚のがおすすめです。イベリコ豚はピンから切りまでありますけど、美味しいものを選べば油がものすごく美味しいので、しかもオレイン酸を豊富に含んでいるので、普通の油とは違うんですね。だからぜひおすすめします。でここまでやったら、あとはお好みで家庭にあるドレッシングをかけて食べていただいてもいいです。で今回はもう本当にシンプルにエキストラバージンオイルとあとはちょっと色合いでパセリでも振りますね。パセリと、あと僕得意のパプリカパウダー。この赤色はとても入るので、パプリカパウダーは何度も言いますが辛くはないです。であとビネガーですね。甘いだけだとインパクトがないので、ちゃんと酸味も必要です。甘みだけだと美味しくないです。で今回はちょっと白ワインビネガー終わっちゃったんで、蜜柑酢かけてます。まあ、これもお好みで。よくスペインのレストラン行くと、スペインってサラダの味付けは自分でするんですよね。テーブルにオリーブオイルと塩とビネガーが置いてあって、それを自分でお好みでかけて食べます。はい、焼き野菜と生ハムのサラダです。どうだ。じゃあ早速食べてみよう。はい、ではいただきます。ちょっと食べる前に言っときますけど、お店では、僕お店でこれ出してるんですけど、焼き野菜、ここにあとハーブのソースをかけてるんですね。あと自家菜園の野菜で焼き野菜作ってるので、また味が全然違います。これがね、うまいんだな。うん、うまい。塩やドレッシングは自分で調節してくださいね。うんうん、ブロッコリーがうまいんだな。僕茹でたブロッコリーはあんまり好きじゃないんですけど、焼いたブロッコリーはすごく好きです。でトマトもちょっと焦げやすいんですけど、入れるとすごく美味しくなるので、トマトもおすすめです。でなんといってもうまいのがさつまいも。これがうまいんだな。うん、まあとてもヘルシーだし、うん、特に女性にはおすすめです。何にも難しいことはないので、うん、本当にドレッシングとかめんどくさかったら冷蔵庫に眠ってるやつをかければそれで美味しくなっちゃうので、うん、うまいんだよこれ。絶対作ってよ。OK?